笹谷ホテルは長野県千曲市の戸倉神山田温泉にある日本旅館。発行グループの医療機器メーカーである株式会社発行のホテル事業部として運営されている1903年開業の由緒ある老舗旅館で三千坪の敷地に恋が遊ぶ日本庭園や旧帝国ホテルを手掛けたフランクロイドライトに支持した最初の日本人建築家。 遠藤慎が1932年にデザイン、建築したスキア作りの代表的建築物、法年中を有し、日本建築の伝統にホテルの手法を持ち込んだ非常に斬新なスタイルで近代観光旅館建築のモデルとなった。また、1967年、日本中華料理の父、四川の神様などと呼ばれた陳建民に依頼し、海洋本格四川料理店として、 長野に四川の明かりを灯した中華レストラン、安洲へ応用し、現在は赤坂四川反転社長で子息である陳健一に受け継がれている。日本旅館の伝統を大切に守り続けている数、少ないホテルであるため、第125代天皇秋人をはじめとする皇族や、1998年の長野オリンピック大会時には、当時の国際オリンピック委員会会長様ランチなど、 著名人の利用も多い。ありがとうございます。